NEC は120年以上の歴史の中で様々なイノベーションを起こすことで社会に貢献してまいりました。私たちはデジタルの力で持続可能な社会の実現を目指していきます。 NEC は2025年度を目標とする中期経営計画の中で DX を中核とすることを打ち出しています。高度で効率的な IT 運用の変革実現に向けて約1000に及ぶ社内システムを統合的に連携・マネジメントするグローバル 1NEC 分散クラウドを強力に推進しています。そのための選択肢の一つとしてクラウドリフトがあります。クラウドリフト方式の移行を安全・スピーディー・かつ安価に進めるため慎重に検討を重ねた結果、VMware クラウドオン AWS が最適と判断しました。短期間でのクラウド移行を成功に導いた現場の声をぜひ皆様にお届けできればと思います。約1000ある社内システムを同時にクラウド環境に移行することは人員リソースや移行コスト、移行後の運用コストなどの面で非常に大きな課題でした。 VMware クラウドオン AWS では IP アドレスを変更せずに移行する同板移行方式を利用することでユーザー側の対応コストを限りなく最小化できるというメリットがあります。加えて移行後も VMware 社によるフルマネージドサービスの恩恵に預かることができ、パッチ適用などの運用業務の効率化も期待できます。移行のかかる期間も懸念点の一つでしたが、実際にはとてもスムーズに早く終えることができました。2022年9月から非常の検討を開始、翌2023年1月10日に移行開始してからわずか70日で移行完了という驚異のスピードでした。最も重要視したのは移行期間中の事業継続性です。ネットワーク面では様々な実証実験を行った上で適切な回線帯域を確保し、移行方式は停止時間が最小限となる方式を取りました。また念のために移行後にトラブルが発生した際の切り戻し方法を手順化しておくことで、ユーザー自身の手により短期間で元の環境で業務再開できるよう工夫しました。移行スケジュールの面でも調整プロセスを簡素化し、ユーザーの負担がないよう工夫しました。作業自体も予行演習の手順通りでシステム担当者の手を煩わせることなく70日間で移行完了することができました。移行成功率も 99.5% と非常に高いものでした。移行後についても当初の期待通り、 VMware のマネージドサービスのおかげで運用人員コストを削減でき、社内サービスの提供価格を 20% 下げることができました。このように事前の綿密な課題検証と VMware とのパートナリングにより類を見ないほど短期間でクラウドリフトを実現できました。 TCO 削減だけでなく、さまざまなクラウドサービスとの親和性を確保できたことで全体としての運用効率化を図ることができています。 NEC 自身がクライアントゼロとしてVMware クラウドオン AWS の活用を通じて得た生きたナレッジは多くの企業でもご活用いただけるものと大きな手応えを感じています。私たちも皆様の DX 推進をお手伝いし、これからも社会全体に向けた大きな価値創出につなげていきたいと考えています。